こんばんは。本日もお仕事お疲れ様でした。テレビサラリーマン体操の時間です。サラリーマンの皆さんが遭遇するさまざまな場面でとっても役に立つ体操をお届けします。最先端のサラリーマン工学に基づいて楽しくやりましょう。アシスタントは山本浩二郎です。藤田義弘です。鎌倉道彦です。私たちと一緒に楽しく体操しましょう。ピアノ伴奏は石渕聡さんです。今日はサラリーマンの生態に即したサラリーマン1週間体操をお届けします。まずは月曜日の体操からです。月曜日の朝、会社に行くのは憂鬱なものです。なかなか布団から出られないあなたにベッドでできる体操です。まずは腹筋運動から。 1、2、1、2、 連続で右、左、右、左。一週間どんなに上司にペコペコしてもへこたれない頑丈な腹筋を作り上げます。まだまだ眠いあなた、布団の上で着替えましょう。腹筋を利用してパジャマを脱ぎます。奥さんが起きてきました。甘えた仕草で朝の挨拶をしましょう。甘えたついでに奥さんに靴下を履かせてもらいましょう。まずは右足から。毎朝の共同作業が夫婦の愛を深めます。これで1週間仕事をバリバリ頑張れるはずです。今日もいってらっしゃい。火曜日はサラリーマンの夜の放送があるので体操なんかしてないでさっさと帰ってください。水曜日、週の真ん中、そろそろ疲れも溜まってきました。満面の笑顔を作る体操です。まず最初は眉の運動。眉尻に釣り針が引っかかったイメージでやるとより効果的です。次は目を大きく開く運動です。目の奥が笑っていないのがバレバレでも気にしないように。次は口の体操。口角を上げる運動でエビちゃんの自然な笑顔を目指しましょう。顎も鍛えましょう。仕事で大口を叩けないならせめて口だけでも大きく開けていたいものです。舌も出してみましょう。実際のビジネスシーンではあまり使うことがありませんが、心の中では何度も舌を出すシーンがあるはずです。これで見事100万ドルの笑顔が完成。木曜日、あとはこの笑顔をキープして乗り切ってしまいましょう。さあ、お待ちかねの金曜日、今風に言うと鼻筋です。今日は思いっきり羽を伸ばす体操です。夕方、仕事が終了。上司の視界を避け、ほふく前進でこっそり部屋を抜け出しましょう。見事玄関まで到着。会社を出たら全速力でダッシュです。鼻筋といえばもちろんカラオケ。歌う時も体を使うことをお忘れなく。矢沢のマイクパフォーマンス、そして五木ひろしの演歌でカラオケも最高潮。こんな時はもう踊るしかありません。バブルを思い出して激しくセンスを振ります。弾きまくる若造たちにフー、バブル世代の底力を見せつけてやりましょう。フー。しかし楽しい時間は長くは続きません。経済的にも苦しいあなた、最終電車には絶対に乗り遅れないようにしましょう。
車内では決して踏ん張らない。電車の揺れに身を任せます。そう、まるであなたの人生と同じようにね。メリークリスマス、ミスター・ローレンス。気がつけばあなたはもう自宅の布団の中。週の終わりも腹筋運動をお忘れなく。それでは明日もお仕事頑張ってください。さようなら。